それでは2月18日スト3サード東大戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。パフーパフーと思います。今日はなんとストリートファイター5発売日記念ということで、100人人来ると思ったんですよ。全然人がいません。びっくりした。本当？いやでもね、しょうがない。新しいゲームでワンチャンそのみんなにやってもらって、はい、面白かったら、はい、ちょっと、ね、購入を検討しようかなと。トミニーも？いやでもみんなが、はい、面白いっつってやるんだったらさ、はい、全然あるじゃん。そう、ゲーセンでやりたいですよね。まあでもあれね、家でしかできないんだよね、あれね。環境がなかなか。お、すげえいい勝負になってる。結構アレックス難しいですよね。これ結構難しいよ。はい、長いんで。これは、ああいうの返しを返すのは難しいよね。あれ、そうなんだよね。あの距離はネクロ優勢でしたね。まあでもスト5はさ、全部揃えるとさ、結構お金かかるらしいじゃん。そうそうだ、ただみんなツイッターで7万円くらいかけて。あれね、すごいよね。みんなよくお金持ってるよね。そう、でもやっぱ、まあ、ゲームやっぱ好きな人多いから。あー、まあそうだね。もうやっぱパソコン詳しい人多いから。あー、そっかそっか。モニターのそうなんだよね。あれパソコン版とさ、プレステ版があるんだよね。はい、まあでも買うとしたらプレステ4かもしんねえな。他のもワンチャンできるからな。そうそう、ワンチャンね。ワンチャン興味はありますよね。興味はあるけどお金はない。なんかやる、新しそう、はい、家でやる習慣がないんだけど。ああ、あ、来た。こっからあるとか。柴田さん、ワンチャン。あ、これは、あー、なんとドリルとスタンプや。わー、お、さあワーオで勝負が決まった。ここでブルブルさんの勝利。あ、今日は、いや、これね、ワンチャンないかもしれない。頑張り、頑張っていくしかないかもしれないんだよ、これ。近づく、はい、かれたらアレックス勢いあるんでね、はい、スタンチも高い攻撃いっぱい持ってるし、頑張ってかわるみたいな。だけどレミーもなんだかんだ言って最終的には近く行かないと勝負にならないっぽいですね。だから殴り合いでどっかで触りに行くってのが大事なの。そう、頑張って殴り合いに勝つっていうね。そうですね、こうなって3つ投げられたらまたどっかでも行くしかないですよね。頑張って、俺は行くしかないんだよね。ベージュタもあるのも遅いから、そこは結構レミーがもう、ね、レミーもな、もうちょっとゲージがうまくね、溜めれるキャラだったらな、ね、面白いんだけどな。はい、これをブロってる。あれ取られるともう、そうレミーきついですよね、やっぱ。まあでも結構見ながら、はい、なんか動いてるっぽいね、みんなはね、このルグレの距離を。そうです、一応頑張って。見ながら歩いてくる感じの。頑張って前入れながら歩く感じですよね、あれは。やることはないから、レディーもプレスか。お、これは繋がった、はい、できる。ディープフンヌ、はい、いいですね。さあ、いいですね。バルニャンさんは毎週来てますよね。ですね、かなりのやる気が。バルニャンさんはガチの東西戦勢なんでね。かなり結構勝ちますもんね、最近結構勝つ、はい、やっぱし。こうちょっときついのかな、レディー頑張りがね、最近、はい、おー、うまい、実ったんだよね。さあ、なんとあのしゃがみ中パンって何、上ソニーをくぐるんだ、やばくない。あ、でもしゃがんでても当たんねえのか。しゃがんでても当たんねえか、やべえ。ゲージ溜めながら渋いっすね。さあ、このゲージ状況やばい。もうふんだんに EX ゲージを使っていきます。さあ、ここはつながって、後ろ、ね、後ろに下がって、やっぱりゲージがないとちょっと弱気だよね。そうですね、やっぱりやることがあんまりなくて飛び道具しかないけど、ここで、ね、ゲージたまんないから溜めれればね、うまくね。あともうちょっと時間使う、こういうのをいきなりぶっ飛んでこられると怖い。怖いね。あー、こういうの飛びがね、かかるからやっぱり一瞬でもちょっとヒヤッとする。おー、うまく噛み合って、さあそろそろ圏内に入る方が、スタンチがやばいぞ。1回流れて半分溜まります。さあ怖い。これはしっかり我慢した。
さんの投げをしっかりガッツ。うわお飛びにルブレが引っかかって、さあゼロドット慎重に行かないとこれはやばいよ。いいよガーとなるかコパコパ残ってた。憎いんだよ。続きまして、おっとこれは辛いカードが来たよ。これもこれはめんどくさいですよね。これはね本当にね、あのピエロさんでもですね、はい、あのタルバインさん相手に本気にやらないとダメだと、はい、エレナっていうだけでもうレミは常に本気でいかないと絶対ダメだと、かなりこれは終わってるというふうに言ってましたね。もうなんかあの辺の距離で振る技振る技全部うん潰されがちですよね。レミ側であんまり勝つ技を持っていない。さあだがここは画面端入れ替わって、おしっかりだがスライディング通って、 G5 さん最近いますよね。いるね、はい、結構ねぶっ壊してくるからね、はい、これワンチャンあるんですよ。怖いですね。ここから全然わかんないですね。さあここはしっかり画面端に追い詰めてって、はい、時間が若干なくなってきたか。ここは落ち着いてますバルニャンさん。昇竜の光はシャッカー中盤で、これはまあまあいい展開で勝てたのか。だがゲージも状況悪くないんで、ただエレナのゲージが頑張って昇竜までにいな。さあ入れ替わった。俺は辛抱ずっと我慢の戦いになってるバルニャンさん。うわここはちょっと出なかったが、ここはサマーで切り返してダッシュ投げが通る。だけどやはりこのゲージがない状態では強気にいけないのか。うわさあブロからおちょっとリーファイブさんもったいなかったが、どうなるか。さあここはバルニャンさん日頃の行いなのか。日頃の行いいいですか。日頃の行いいいですね。良さそうですよね。はい、仏のバルニャンさんなんでね。おさあ溜まったぞ。さあこれでもう圏内入ったか。さあ時間がない。さあ投げてこれはできる。続きまして小町さんお願いします。まあそうだね、これもう東西戦始まった時の当初のそんな東西戦のメンツですか。なんかそう俺もね忘れちゃった、覚えてないけど、あ初め実況なかったんだっけ。全然覚えてない。みんなの方が覚えてるね。あそっか、その頃まだ動画勢だったんだヘブ。そういうこと。さあこれ登場小町さん、これかなりレミ低いはずじゃないですか。いやこれね意外とこれね噛み合えばね動機のね体力のねなさがね、そうなんだよね。あと分かんなかったりすると結構ずぶといのが当たっちゃうとワンチャンあるから。おおできる。道義結構面倒くさいのもありますからね。ああそうだね、我慢できないと負けちゃう。意外と小町さんの方もあんまりやり慣れてないかもしれない。なかなかレミやることないんで。うん、おさあでもこれはバルニャンさんの方はルフレが結構ガードされるなと思った瞬間に結構頻繁に使っていく。まあこういうことなんですよね。やべこれ多分できねえなと思ったらそれをなんだろうやり続けるというか選択肢として多く使っていく。これがサードストライクですね。あここはおー上はしっかりケアしてて、だがゲージなくなったぞ。うまい。おーここは釣りだった。これ投げ入れちゃいますよ。シーマ様来たこれ。続きましてウミンチュさんお願い。パソコンでやろうとしたらパソコンでやろうとしたら10万ボムいくぜだって。そしたらもうトミーはやりたかったらどっかやりに行く。あそうなんだ。あ中院一にいるんだ今。
あれ、でも、嘘。じゃあ、中1に行けば今あれなんだ。いや、本当に。今、配信なう？おい、ちょっとかぶしてくる。俺らの、俺らの東西線をぶっ壊していきますね、注意。あの大戦の初期係をやってたあの注意が。いや、もう自分のことが考えてる。ほんとかよ。東西線の時間に、そういうの当てちゃうか。ちょっと。やめろって。嘘。え、東西線。注意配信とか見てんの？注意。マジかよ、注意配信よりさ、注意配信よりこれ少なかったらこれ結構萎えるぞ俺ら。これもう、今日はもう、いやいや、マジで。なんかちょっとあれだよな。震えるんだけど、マジで。さあ、ちょっと言ってる間にやばい、時間もなくなってて。お、ウミさん、これは体力リード奪われてるぞ。結構ね、結構ユートとかでも見るんで、そうそうそう、若手結構負けても頑張って、おっ、いいやつ、これはボタン押しちゃった、減る、ちょっと今の元気くんっぽかったっすね、やるしかなかったって感じが、やるよ、今のは元気さんリスペクトじゃないですけど、元気さん降臨しましたね、一瞬、お前は元気に教わっても見たんで、あ、そうなんだ、元気リスペクト、嘘、あんなダッシュレイドとか教わった。いやもう、それやる前にさ、もうちょっと教える、違うのを教えないとわかん。そうだよな。それもあるけどさ、他にもうちょっとあんだろう。あ、でも、これは、このラウンドはもう結構、死にに行くにも、まあ、でも EX ちょっと吐かしてみたいな。ゲージ状況悪くなるんで、次へ、うん、注意配信 0.24 とかあって誰も見てくれない、やばいやばい、じゃあまだまだあれだね、まだ大丈夫、我々のあれですね、軍は圧倒的ですね、これね、そうですね、からのさあ、これはバルダンさん、やっぱしゲージもあるし体力もリードしているんであれば、まずはお、これがうまいですね、やっぱり、うん、こうなると本当に、そう、それこそね、さっきのダッシュレイドをやらなきゃいけない、そんな、やばいね、それ、俺らが変なことを教えたってまた元気に怒られそうですね、お、これエルボー入って、中段からのユキクラッチョ、おー、逃げた、マジか、ルーブレで逃げんのか、すげえな、ここでまた5分だけど、これは若干ピンクのフリードログの連打来そうですね、あ、これでちょっとバルニャーさん有利、はい、一回ちょっと飛び入ったら終わりなんで、お、さあ、守ってるバルニャーさん、さあ、お、リーブで抜けて、お、下段が通った、さあ、わかんねえ、これどっち、マジで5分ぐらいなんだけど、さあ、ルグレ、あ、はい、さあ、時間が6、5、4、やれ、わあ、これは若いの我慢できるな、我慢できた、ウィンズさんできる、さあ、タルさんお願いします、タルさん、さあ、続いて登場がタルマインさん、タルさんもやっぱやり込みが違いますからね、当然やっぱりその昔から見てるじゃないですか、あの浦島さんは、そのそう、ね、山の上手くなってますよ、やっぱりマジで上から来ましたね、タルマインさん上手くなってると、あの、伸びしろ、あ、伸びしろある、あ、可能性はある、可能性ありますよ、やっぱりそうか、やっぱり清原世代なんで、あー、なるほどね、はい、じゃあ、まあ持ってるか持ってないかっていうと、やっぱ持ってると、おー、さすが、なるほど、可能性の獣がまだここに1匹いた、さあ、そんなタルさんだが、ちょっと体力リードされているけど、これワンチャン、上が通った、投げ、さあ、どうなる、おお、これはタルバイン連携をし、連携を、やばい、若手にもバレてるじゃん、いや、もうこれあれですか、全国共通ですね、多分、もうあれってエレナ本当にみんなやりますよ、ああ、あれ何なんすか、
なんかその有利が取れるんじゃない、あのレッケ有利が絶対満員なんですよ。うん、多分ね、みんな絶対するんですよ、あの満員。そうだよね、はい、違いやればいないですよ。さあこれはできる。中継が置いてあって、続きまして高橋さんお願いします。高橋さんお願いします。いい感じでばらけてますね。あー、まあそうだね、そうだね。あ、でも確かに、はい、あんまり被ってんのっていないな。みんな結構いろいろキャラ。うん、ほんとだ、ほんとだ。さあここで登場、冬アレックスさん。あんま見ないけど結構これいい勝負だね。これはね、一応アレクが、アレク、いやでもこれほんと5分ぐらいかもよ。そうですね、本当に強いですよ、うん、ほんとに5分ぐらいかもしれないこれ。確かに飛び輪通してもあれだけど、崩しづらいっすよね。うん、PA やって硬くなっていけば、はい、全然あれ飛ぶしかないんで、近づくのがこういうのを無駄されて厳しいと思って、うん、さあここはピョンピョン跳ねて爆乱するがどうなる。さあ いつの間にか追い詰めてる。さあスタンチも結構溜まってるぞ。このままいけるか。だが捕獲デンからのデン。さあこれで若干硬くなって、さあ後ろに下がりつつたまに突進を見せていく。さあスタンチをしっかり回復してから、さあここからうまい。さあこれで超硬くなった。さあどう崩す。ここから引きライバーが結構めんどくさそうですね。タイミングちょっと違うもんね。遅いし見てからって厳しい。おお、これは勝てんか。続きましてヘブンさんお願いします。ヘブン2期。あ、普通じゃないんだ。そこそこ動けるユリアン出てきましたね。はい、そこそこでもまあ普通に動けるユリアンを目指してる、そこそこ動けるヘブンさんですね。でもこれ普通に動ければこれ急に勝てると思うんですけど、これ店長どうなんですかね。キャラさんはめちゃめちゃあるらしいです。一番きついらしいです。 TM さんが確か言ってました、ユリアン一番きつい。これサードストライク史上これあの最もキャラさんのつくそんな対戦だというふうに TM さんから聞きました。何やるの、まあ、ああいうのあってしかないですからね。そうですね、これぶっ壊していくしかないんですね、旧側は。お、さああるか。こっからさあヘブンが落ち着いてる。ガードガードしました。ヘブンさん落ち着いてます。そしてこのリマックス、もうゲージ2本ですよね。さっき2回壁張ってて、もう2本ですよ。わっ、さあここで発動テーブルカルフィジタックル、スピアタックル、タックル、そしてスピアエイリスも多い。さあもうそろそろこれ溜まりますね。これさ幻の3枚目出ますねこれね。わあ出た。あ、もうこれ、あ、もうこれ絶対出るようになってんだ。もう絶対出るようになってんだ。あ、最強最強技っすねこれ。さあやることねえかこれは。さあこっからもう全部通すしかないぞ。高橋さん、おお、何回ビンタすんだ。そして捕獲が通って、まくられた。やばいこれ、こうやって勝つんだ。やるっきゃないね。やるっきゃない。あそこからまくるか。高橋さん無表情であれ決めて方やばい。やばいねですね。あれをあれを無でできるっていう。あーでも意外と減らないっすね。ユリアンやっぱ高いよね、はい、体力が、はい、あーこれまたヘブンがブチ切れないことを祈る。ヘブンさんでもヘブンさんこれ切れそうですねこれね。イライラしたら勝てないですね。そうですね、ゲームで怒っちゃダメよ。本当そう。あこれ取られる。やばいやばいやばい。これ普通に動けないパターンですよ。普通に普通のリアクションなかったパターンですよこれ。おうまい。からの歩いてって投げて、さあ発動。
テーブルからの G タックル、スフィアタックル、タックル、ダイス。おわやばい、あー惜しい、ワンチャン。次、あ、次浦島さん。やべ、これもう終わる。さあ、最もきつい組み合わせをひっくり返して、副将、本日のリーダー浦島先輩、キャラ差とは一体何だったのか。これは高橋さんのやり込みですかね。これは強かった。さあ浦島先輩、ワンピー側は、これあ、ごめんなさい、ツーピー側がまだ4人いますからね。はい、高橋さんとミミキさんと徳田先生とマッソ、それでこっちは浦島さんと徳田さんしかもういない。もう裏にぶろってる、やべ。これは、おわダブル移動なしで入るんですよね、あれは。そういうこと、Q だけは移動なし、 Q とエレナとネクロかな。あー、なるほど、移動なしで、移動なしで最速でやれば入るはずですね。なるほど、じゃあこれも結構昇竜拳のリターンが高いってことですか。半端ないですね。はあ、はあ、じゃあ浦島さん、きっちりきっちり。じゃあこれも結構キャラ差あるのかな、さっきのユリアンほどではないけれども、剣も結構、まあ、あるんでしょうね。きついよみたいな。あ、お最大、あれ実は最大入るんですか。ちょっと低かったのかな。あ、本当、なんかね、高いからね。こうなると Q は崩しに行かなきゃいけないですから、厳しいですよね。ですね。ここでこの剣の EX 波動とか、あと竜巻とかですね、そこら辺の EX 技の性能が早い。おお、早い。速昇竜拳、続きましてミミックさん、ね、お、なんかスト5 やった人が、あ、ロード長くて辛い。まあ最初だからじゃない。あ、ここで登場がミミックさん、最近誠です。もともと誠だったのがユンになって、やっぱり誠だと。お、ここからゲージがあるから、あと1つか2つ、さあ、あと1個ぐらいか。なんか当てれば、こうなると正中線は最強、最強。さあ、じゃんけん。わあ、こういうのですね、こういうの見漏らす。チェスだけ当たるパターンって結構ありますよね。そうなんですよね。わあ、これはあそこね、あそこやっぱミモラさんとかうまいんですよね。絶対仕込んでるんですよね、逃さないで、うん、さあ、ここはしっかり浦島さんゲージが、おお、マジか、ダッシュ見て、さあ、最大ダッシュに昇竜拳、昇竜拳。浦島さん可能性が、浦島さん若いですか。若い、若さゆえの成長戦を使っていく。まあここはもうひとまず負けてるから使うしかないと。さあ、ここから勝ちつつゲージも若干溜めるのが第3ラウンドだが、ここはもつれたところに次第、続きまして、年がバレますね。そうですね、ネオジオ CD が、はい、話はロードの長さを例えるとね、ネオジオ CD が出てきますがその瞬間にもう年代がバレてしまうというね。さあ、これ副将、戸塚先生、久しぶりに来たけど今日は人が少なかった。さあ、戸塚先生、運が悪いね。浦島はラッドリー戦の浦島ですから。あ、そういうことですか。自分で言ってましたから、ね、あ、そういうこと。ちょっとやめてよ、やめろって。お前ら一級フラッグ建築士の話はやめろって。やべえ、おー、これはガードして、ここは使っていって、確定で表裏は投げる、やる、やる、ダッドリー、ダッドリー戦の、うそ、マジで
バレだって自分で言ってますから、ね、自分で言うぐらいですから、自分で言ってましたか、はい、しかも今あのバレバレって言ってましたね、フォークおーすげえ、おーいほらあの大パンの置き方がやっぱ知ってますね、キャラ隊って感じですね。さあバックジャンプ大強盗、さあどうなる、さあうまい、さあ飛びには付き合わないスタイル、そしてここは確定、バレバレ楽勝、見てこれ、あこれはブッパはい分かってます、正直ですね、浦島3連勝で一気に逆転しましたね、逆転してくれた、さすがさすがですね、やっぱ喋るだけありますね、言うだけあります、はい、さすがです、なんかちょっとね喋る人を見ると特にサードストライクなんかすぐ帰ってくるっていう印象があるんで喋るとすぐ戻ってくる、すぐ戻ってくる、はい、結構早いんですよねそのスピードも得てして、そうそうそう、でもちゃんと有言実行で、そうなんですよね、素晴らしいですね、大将さあだけど大将マッソ、これはねこの攻撃剣、これはやっぱりその剣の方がやっぱ強いとはいえ相手マスですから、そうですね、やっぱりその動き側からすると最も辛い組み合わせなんじゃないかと思うんですよ、動きで最も厳しい、あでも剣側もそんなに簡単ではないんじゃないかなと思いますけど、なんかその上からの攻撃を全部その勝利とかでさば、ね、ければ全部上からいけなくなったよねみたいな感じで、さあここのランプは、おお、すごい、さあしっかりガードしていきます、波動マッパが漏れたけど、おこれうまい、あつまじ、うわ投げて、ここは、うわ怒涛の攻めが終わんないか、これはさすがに繋がってない、これは、おーゼロドット残ったけどあれは、はい、ちなみにまだ10時ちょっと、10時10分2分です、早いです、早いです、いつもより1時間ぐらい早いです、中井翔戦、沖縄さん、正中戦にもうこちらは、あそうですね、もうしっかり今はね、うん、変えています、はい、さあしゃがみくらいを確認して最大、非常に痛いコンボ、辛草入れて、少しあれ難しいですよね、はい、あこれは何か入るの、あ中盤これはあえて聖地豪華死にますね、あ致死量なんだ、さあ富永先制して、さあお互いゲージがない、そうですね、マッチ号機が上から襲いかかっている、さあ先にゲージを作ったのはゴーキの方、さあ本質していく、そしてさこれは正中線が溜まってますから、やばいかこれは、あもう治療です、あれですね、変だ、あさあ最大が間違えた、何かを間違えたと富永さん、さあファイナルラウンド、お互い先に大きなダメージを取るのは、さあラッキーもしっかりケアしてる、さあまだ動かない、まだギリギリしてる、さあ申告、おー申告、これでそして裏回り、裏がかわせる、これは残るでしょう、残りますね、さあ熱いぞこれ、ガラクサやっぱりこの男はこれだった、勝ったのはワンピーチームです、おめでとうございます、早えな今日、おい10時半前に終わっちゃったよ、じゃあということで今日の、ウルファイブ東西戦はこれにて終了ということで、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、いやあれ最初ね
あれ死んだか死なないか分からない。よくラーガードしましたね。もう決め打ちですか。決め打ち。まあ見えないですもんね。そう。しょうがないですよね。どっちかっつって。あ、ありがとう。